どうもこのまるですきいたらですじゃあ今日は日プ女子第1話の感想についてやっていきますいよいよ始まったねねえレミのさ15分前にダウンロードしてさなんやこれっていろいろなりながら <laughs> うーん,うんってなってわ <laughs> かる俺も結構直前にやったいやなんか本当にプリュみたいなのがなんか久々に感じてすごい楽しかったわわかる ちょっとさなんかみんながのそのそ来る感じとかさ登場してきゃみたいな、うん、ねえあんな可愛いって言うっていうぐらいみんな可愛いって言うもんね <laughs> <laughs> そうだねいやでもなんかやっぱりさあの A クラスにいる子たちとかはやっぱこう目立つねこう今回特にステージ披露した子は、うん、そうだね確かにねえやっぱさみゆさんのとこ私もう号泣したやばいと思ってあーってかわかる ミュウさんのね思いがねビシバシ伝わってきて、うんうん、ちょっと胸にくるものあったわ。ねしかもさあれってさ結局トレーナーの先生がああいうふうにこうなんか本木さん中曽根さんカエラさんの順でさ <laughs> なんかどんどん, <laughs> こうなんか一言ずついいこと言っていくじゃん。なんか、うん、心当たりありますかみたいなさとかさ。うん なんかいろいろ言った後さ泣くじゃんでやっぱなんかあったんだってなるじゃんなんかこう心にさつっかえったものあるんだってなった時に、うん、やっぱカエラさんがさなんかめちゃねミュウさんに今その泣いてるその顔が綺麗っていうめっちゃ肯定してあげる感じが、うん、<laughs> 完璧すぎると思ってすっごく良かったよねねねいやほんとあのくだりめちゃくちゃ良かったしでも本当見てるこっちもなんかミュウさんそんな固くならずに やかか柔らかい表情してなんかくしゃって泣いた時の顔すごい可愛くてんかキリッとしたステージ上の美羽さんもめちゃくちゃ好きだけど、うん、なんかあのなんか普通の女の子みたいな感じを出したんもすごい良くて。 ね分かる分かるなんなら最初のさ「私は A クラスにふさわしい」とかさ <laughs> あの <laughs> その感じとか私大好きやったんでやばいと思って <laughs> このこの感じ最高じゃんと思ってたんだけどでも確かにその武装してないミウさんよかったわ、うん、分かる分かるうんうんうんなんかそのバランスが良かったよねそうかといって謙虚すぎるがもうちょっと物足りないからちょっとそういう強気な感じもあるのもいいしね、うんうん、しかもそのやっぱ実力がやっぱりさ、うん、あるからなんか、うん、何言ってんのってならないじゃんうまいしやっぱり。 なんかいやてか本当にさマジでめっちゃうまくなったねなんかあんま覚えてるわけじゃないけどやっぱもう超うまいって思ったじゃん、うん、見た瞬間しかもあのエスパーの曲って、まあ、やっぱボーカルエスパー強い強いからさねっもともとの原曲のチームが強いからそこをさああいうふうに歌えるんがすごいなと思ってあー確かにねいやだからミュウさんはデビューです <laughs> 本当に <laughs> いやーマジで本当にそそれはそうねなんかこう彼女の物語みたいなまあ彼女的にはなかった方がよかったかもしれんけど視聴者的にはやっぱり応援ししやすすくなったしすごいよりうんうんそうだねやっぱりその、うん、ま噂通りニュージーンズのデビュー組は彼女だったね。 ああそうだねあの写真とかもさ出たけどあれはルセラのユンジンじゃないかとかハギンじゃないかとかユンジンのハギンじゃないかとか<ー>なんかそう言われてる方とかいたから実際ハイブでめっちゃ練習しとったんやろうねそうだねあそこのモザイクのねかかってた写真のやつだよね、うん、そう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 でも確かにもうなんかそうだねなんかミュウさんのこと考えると本当になんて言うんだろうそのステージ終わってなんかちょっとすぐもうなんかちょっと言われただけでさもうすぐ下向いたじゃん うん、なんかさ張り詰めてた張り詰めてて,めて,てもうちょっとポンと押されたらもう泣いちゃうぐらいの気持ちだったみたいのがすっごい伝わってきて、うん、ねわかるわ、うん、いやそりゃあなんかうちらが想像する以上にめちゃくちゃ辛いし大変だったんだろうなーってねねえそうだねでもなんか実力つけて結局それでさこのあとセンターになるっていうストーリーも見れるわけだからうん。 <な>んか <laughs> ねマジでよかっっったねねてなるよね <laughs> いや,てかやっぱトレーナーもよかったやっぱり今回あれでもうダメ出しだけだったら終わっとると思う多分辛いと思う見ててああそうだねうんはい上がるストーリーもあるかもしれんけどそっからなんかこっちの方が見ててやっぱよかったよねうんいいいやめちゃくちゃいいバランスの人たちの言葉だったねいやそう,う <ん S 1> あとすずさんもね美がすごかったね表情と美がうんねえやっぱ花があるよねうん なんか輝いとるなんかさなんかこうレフ板みたいなの当てとるみたいな感いで <laughs> かるっと <laughs> <で>まあねお顔の肌の透明感みたいのもすごい感じるもんね。うんすごいよね。であとはさちょっとステージ自体の披露は多分次週にまたぎだったけどももなさんとココロちゃんがいるあのリブルームステージに行くまでのさやりとりみたいなインタビューみたいなのもすごい良くて特に桃もさんが話してたやつ。 も,もなさんも,もなさんああ間違えた。も,もなさんだ。<laughs> <laughs> いや、も,もなさんよかったね。ていうかさ、この2人めっちゃよかったね。なんか、うん、いや、いろいろあるよ。も,もなさん、やっぱり、あのココロちゃんをこう応援する感じっていうかさ、チームとしていい働きかけしてるんだろうなっていうのがすごいさ、うん、いろんなこ言葉からすごいわかるっていうか、 人間的にちょっとできすぎじゃない、うん、<laughs> 桃名さんは本当にまあ桃名さんが「まあ、ココロちゃんには特別なつながりを感じています」みたいなこと言ってて、まあ、人前でねこうやってたくさんの前でステージするのがさココロちゃんは3年ぶりっていう話しててでも桃名さんは本当に「あなたのためのステージだよ」って楽しんでくださいっていうさ「私はそれしか思わないしみいな、えー」みたいな「ええ!」みたいな。わかるあなたのためのステージだよってすごいよね。 なんかこんな応援の仕方っていうかこ,のこんな言葉の書き方あるんだって思ったもんだってさももなさんだって同じ同じっていうかさなんていうんだろう,そう思いを持ってさ今回のさオーディションに参加してるわけだけどなんかこういうのって大体自分のことでいっぱいいっぱいなったりもしょうがないのになんかもうね相手のコンビのパートナーのことを考えてるみたいな感じがすごくよくてわかる。だからここなんか絆強そうだし やっぱりもも,、うん、ももなさんすごいしそういう言葉かけてあげられるっていうことが、うん、わ人としてやばいって思ったしあとやっぱココロちゃんが3年前本当にアイドル辞める気でもう辞めざるを得ないみたいな環境だったみたいな FNC」うん、ってなるよね <laughs> それ聞くと <laughs> わ「あそこの事務所はさー」みたいな「本木さん FNC だけどあの事務所」ってなるよねそうだねえー、でも何があったあんま詳しいことは分からんけどさ でもあれだよねチェリバレなんかさウィキペディア見たらチェリバレってさ2019年にデビューしてるんだけどこころちゃんほんとその19年にもう脱退なんかお辞めになってるからなんかええみたいなうんうん早かったもんね確かにデビュー曲、うん、んデビュー曲となんかちょっとぐらいって感じのイメージがあるわあんま覚えてないけどもうんでもなんかねほんとさ心にさ傷を負ってる感じだったからマジで。 だからこそ結構さ、やっぱり、年齢的にも多分もしかしたらギリギリ、最後のチャンスぐらいに思ってきてるだろうから、心ちゃんも。えー、だから A クラスでよかったとって、まず。<laughs> まず、わからんけど、うん、今回のこの夜遊びのアイドル披露するけどさ、なんかどうなるかわからんけど、まあ、絶対次、最終的に A になるのはわかってるじゃん。A のまま A かもしれんけど、うん、とりあえず安心したじゃん。<laughs> なんかそういう思いみたいなのが報われてよかったなと思って、まあ一旦は。 うん、そうだね確かにしかもこの2人で「アイドル」っていう選曲もさなんかもういいよね、うん、うん、てかあのココロちゃんもやっぱアイドル性高い感じの方なんで笑顔の感じがこうくしゃってなるさこうパッと見た時にこっちも笑顔になるみたいなタイプの笑顔を作る方だから笑顔の方だからでも多分それも桃奈さんも一緒じゃん結局だから確かに最強のアイドルなわ <laughs> かるわかるねいやわかるめっちゃいいてかいいねなんかナイス ね、どうなんか、ね、でも最後の泣きどう言われなんかね二人とも A も A らったの泣きなんか、ね、あほっとした涙なんかでもなんかそういう感じにも見えなかったりもしたからうん、うん、もしかしたらまあどっちかが、まあ、B とかで早、まあ、がって A になったんか、うん、再評価でねそういうストーリーなんかわ分からんけどねうん,うん。大丈夫その予告でさ すごい。音外したみたいなあれにさ,されん大丈夫大丈夫。<laughs> 大丈夫 <laughs> ふいくんみたいな。<laughs> ならんならんけど、なんかオートマティックで3回ぐらい繰り返されたときあったよね。<laughs> そうだっけそうだっけそう。<laughs> う声を聞けば自動的にのとこ。声を声を声を聞けば自あった

いやそれはいいパフォーマンスだから繰り返されたとこね。なこちゃんの最初のパフォーマンスでのやつだね。そ <laughs> う <laughs> そう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 。いやいっぱい出てくるな。<laughs> あとはさ、まあ、いくつかステージ披露した中でやっぱ印象的だったのが、青春の海老原つずみさん。うんうん、お歌がさ、うまーってなって。うん、えなんかさあのののププルハイの 明日へ目いっぱい」のさ「うん、明日へ目いっぱい」パートが大好きなごめんねタイトルの「うん、明日へ目いっぱい」のさ確かソロパートあったもん彼女あーそっかあの子かそう「海老原」って名前でボブカットの方はだったっていうなんとなくごめんね確認はしてないが確かその記憶があって、うん、理由わかったわこれでだからあだ,だろうねみたいなわ <laughs> かるよねうんうん、うん そうだねしかもあの A クラスのさ我々の動画でもさねあのいたけどやっぱハ原さんも原さんんもも A のままだもんねそうだねいやてかほんとうまかったねマジでイッチーじゃんと思ったもん確かにそユメキさん振付師ってまあ多分ダンスの視点が重点的だとは思うけどそのいわゆるステージのエネルギーとかさ、まあ、特にやっぱその都みさんの歌声のパワフルさとかは確かにやばいと思ったわ本当にあれすごいね、うん、あの子ねあの方すごいね すごいすごいなんかしかも歌ってって言われてすぐなんかさすぐ本気のやつ出せるみたいなうん、うん、いやあれもすごかったなそのねえ k p o p ってジャンルじゃないけどさ歌われた曲は、うん、でもなんかすごいって思ったわ <laughs> とにかくこの子やばいじゃんみたいなだってダンスもさ、うん、かといってなんかすごいさガタガタみたいな感じのダンスじゃなかったじゃんねそれもすごくて、うん、センスある系だよねセンスある系でさまだしかもマンネラインなやろ「青春」とか言っとるから。うん 確かにもう,うちらどなんかもう引いとるもんね青春すぎて <laughs> <laughs> 青春がまぶすぎてうちら引いとるんやから <laughs> そうそうあんなキラキラしとったらまぶしいよね <laughs> ちょっと見えませんみたいな感じなんだけど、うん、いやすごいねあとさその青春チームでいったらさ海老原さんももちろんそうかったけどあのさ1位の椅子を狙いに行くところでさその青春チームからあの紫の方そうレナさんレナさんって方がさあの目で目 あれなんだっけアイコンタクトチャレンジ対決かやってたけどあれすごかったねなんか「えみたいな,なんか人ってそんなに目開けれるんだみたいなこと誰か言ってたけどマジでそれって思ってるえ開けれんのみたいなえだってさ10分弱えなんか8分だか9分だかやっとったよねそうそうそうやばいよねしかもレナさんさ一位結局1位になったけど、うん、なんかまだいけたみたいなこと言ってたし <laughs> えみたいなしかもさそれまでの,そのココナさんかな ココナさんもうだいぶやばかったよね、うん、なんか守り抜いてとすら思っとった私むしろ確かに <laughs> もう5連勝だから6連勝ぐらいしとったもんねうんでもなんか途中涙流しとったから、うん、なんかちょっと潤ったらあのあれなんかなちょっと維持できるみたいな感じなんかなああそうだね潤った方がそうかもしれんねうん,うんそうだねまあにしてもだけどさそうだね精神力であんなことできるんうんやばいね すごい。でもなんかあの感じ結構ガチの感じもなんか見れてよかったわ。ああそうだね。なんか必死な感じがね。うちらそういうの好きだもんね。フォーティエイト好きだから。そう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 。なんかさちょっとエンタメっぽくさうわあみたいな感じでなんかただトライとかじゃなくて結構ガチで譲らねえぞみたいな感じだからうん、うん、で会いたいみたいな気持ちがぶつかっとってよかったよね。そうだよね。ね可愛い,いってみんな言ったりね。気 <laughs> になってるんかみたいな。<laughs> えー、あんな可愛いって言うみんな分かる可愛いって言う確かにこの世代は言うんじゃない <laughs> あの世代言う <laughs> すごい、ね、他で似てるさ練習生とか似てる参加者の方たちのさそういう可愛いコールみたいなすごい多いよね。 すごい韓国より断然多いと思うわ。マジでうんねえ。器用って聞こえてくるけどさ。そうやって本当に器用をした人がさねえ。器用って言われるわけだけど、もうなんか出てきた瞬間から可か愛い,い。可愛い,いのさ、可愛い,いみたいな話で可愛いねってなったわ。確かにもうそう。その可愛いって言っとること。自体ももう可愛いよね。そうそう、<laughs> あとはさ。我々なんか他の動画とか。でもさ何回か言ったことあるけど、清水恵子さんうんうん？ もうけいこさんやっぱりなんかあれだねガヤ的なさ、うん、なんかやっぱりその反応的なやつで結構抜かれること多いね,ねでもさなんかあれガチのガチの感じやったねこうなんかもうずっとあれみたいな感じのタイプの方なんかねなんかすごいなと思って、うん、なんか本当に反応全部いいじゃんね やばい女だなと思って <laughs> 褒め言葉 <laughs> 褒め言葉で「やばい女だな」と思って最高じゃんと思ったもんいや最高やっぱああいう人って一人は絶対必要だよねうんそれが稽古やちゃおもろいわ、うん、すごいよね、うん、てかね今回さみんなさ結構トレーナーもそうだし周りのさ反応そのてか参加者か参加者はみんな元気だよねなんか明るくないああそうかもねえんか、ま、緊張はしてるんだろうけど なんかさ例えばトレーナーの人出てきた時めっちゃ朝みんなキャーって言ったりさなんかすごかったじゃん、うん、中曽根先生盛り上げ上手だっていうのもあると思うけどいやにしても結構元気でいいなと思ってなんか雰囲気が明るそうずっとみんなうんあー確かにそうだね盛り上げっぷりみたいなのすごい良かった好印象だったわ全員全体的な、ね、うんそうそうそうなんかガチガチでさあさあ言う感じじゃない感じがねうん <laughs> 確かにさあさあはつけられてなかったねやっぱり好感、うん、を アットホーム感あったじゃんああそうだねなんか練習生同士もさ多分その同じチーム以外はさ初めましてでしょうーん多分ね、うん、おそらくねそれなりにあの雰囲気の良さすごいねうーんそう嫌じゃない私人見知りさ炸裂だから絶対同じチームでさ固まりたいしなんかバラバラで私はこの順位みたいな <laughs> 無理ってなるもん確かに確かにまあ固まって座りたいよね、うん、安心安心だもんねそっちの方がね うんそうそうそうすごいよねだってそっからさ5時間6時間ずっとしてないやろこれ陰キャの人しか分からないんですよね多分ね <laughs> この気持ちあとあのカエラさんめちゃくちゃいい声でナレーションみたいなずっと喋ってる声<ー>ナレーションみたいだなと思ったわ確かにカエラさんそうだねなんかすごく耳なじみのいい声だね うん、なんかさ練習席にさその説明するじゃんこれからレベル分けをしていこうと思いますみたいな、うん、そこ,、うん、<laughs> これマジ綺麗で NHK のドキュメンタリー見とるんかなと思ってさうますぎて <laughs> すごすぎて <laughs> あーでもそれみあるねあるあるいいよね、うん、<laughs> すごい好き確かにそうだそこもポイントだね今回やっぱさ日プ日プ2とさ「ナイナイさんナイナイさんがさ続いたからうんうんうん、うん で以上でね今回は「ニチプ女子」の第1話の感想について話してたんだけどやっぱ個人的にはあのミュうさんのが一番私はグッときたちゃ、まあ、私ほらスターとかカリスマ性のある方好きだからなんかあと関係ないけどほんとマジで超関係ないこと言うけどなんか桜井ミュうさんの MBTI みたいなのあるじゃん。 うん、あるじゃんあれ発表調査されてるわけだけどあれ私と同じですごい親近感なん急にやば <laughs> いじゃんと思ってみゆ <laughs> さんみゆさんなんか仲間じゃんみたいな気持ちになったじゃんおでも確かになんかそれちょっと親近感っていいねあそうそうそう <laughs> だからなんか個人的にちょっと結構応援してるうん、うん、あとなんかまださ全員の人となりをもちろん知ってるわけじゃないけどなんか結構いい子多そうでそれもなんか楽しみっていうかうんうんうん,、うん、なんか 最近の子っていい子ばっかじゃない変な人あんまいなくないなんか、<laughs> 眠いから途中でいなくなるみたいな子おらん,ん <laughs> そう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 そ <laughs> うそういう子がいないのよなんかさなんかちょっと破天荒でさ輪を乱すとかさ、うん、遅刻してくる子とかも別におらんいやいやそんな人もいたね <laughs> <laughs> そうだから本当にいよいよ始まったって感じだしまあその第2話では今回の続きとあとテーマ曲の練習とかも多分もうするよねうん まだからさ、次の日、部女子の第2話が楽しみだよね。そうだね。<music>